みなさんこんにちは、あいちんです。今日はですね、前回も言ったんですけど、メンズ脱毛脱毛さんにやってまいりました。今回もね、大宮の方までテクテクと足を運んできました。はい、ということで今回はなんで来たかというと、前回動画を出した時に、脱毛をする時もし自分の息子が立ってしまったらどうするんだという質問です。はい、それを私はちょっと今日どうなんだろうなと思って店員さんに聞きに来ました。はい、ということで早速行ってみたいと思います。はい、ということで今回も河合さんにお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の、YouTube の撮影をしてから4ヶ月ぐらいもう経ってると思うんですけど、反響とかってどうでしたか？はい、アイチャンネルを見ていただいて、来ていただいたお客様がすごく多くご来店いただきました。おお、すごい、嬉しい。今回もアイチャンネルを見たで、何か特典というか、なんか安くなったりとかしますか？はい、今回もおひげ脱毛は500円でやらせていただきます。すごいですね、500円。そう、全身脱毛も特別にどこの部位も980円でやらせていただきます。おお、980円、安い。すごい。でも全身脱毛って言っても VIO は別ですか？いや、今回は VIO も通常ですと全身脱毛に入っていない部位なんですけど、定価が1万1000円なんですけど、特別に980円でやらせていただきます。すごい、980円、 VIO も。これは i チャンネルを見たんで980円になるってことですか？そうです。もう皆さん聞きました、 i チャンネルを見たんで980円。最新機器を使っているということで、どんな感じなんですかね？はい、最新機器を利用しているので、通常が2、3ヶ月周期で脱毛を行うんですけれども、うちのお店では最短2週間後から施術が可能になるので、脱毛の実感がより早くご実感いただけると思います。おー、すごい、2週間に1回、確かに早いですね。で、痛みとかはどうなんですか？従来のものと比べると痛みがかなり軽減されているので、痛く感じないという方がすごく多いです。すごい。私最後にちょっとすごく、この視聴者さんから多かった質問があるし、プラス私もすごい気になるなって思った質問が一つあるんですけど、VIO もやるじゃないですか。 VIO をやってる時、男性は立たないのかなと思って、ちょっと気になったので、そこを教えてほしいなって思うんですけど。はい、実際立ってしまう方はすごく多くいらっしゃるんですけど、私たちは毛に集中しているので、気にしなくて大丈夫です。そうなんですね、はい、もう施術に集中しているので、はい、生理現象ですので全然大丈夫です。あれは結構刺激が強いから、なんかそういう現象が起こるっていう感じなんですかね？そうですね、塗られている時にちょっと感じてしまう方もいらっしゃるかもしれないです。なんですけど、ちょっと本当に今日はもう立たないのかな、立つのかな、ちょっとわからないので、僕は絶対立ちませんっていう方がいらっしゃるので、その方にね、ちょっと脱毛を当てて立つのか立たないのか検証してみたいと思います。今回は河合さんがまずね、手術をするじゃないですか。で、途中で上原愛に変わったら立つのか立たないのかドキリをしていきたいと思います。ありがとうございます。なんか僕正直こう VIO とかをしてもらうと立っちゃうと思うんですけど、実際 どうですか？僕はやられても立たないですね。そういう話よく聞くんですけど、僕は立ったことないです。やっぱ本当に僕も1回だけやったことあるんですけど、立ったことがあって結構恥ずかしい思いをしたんですけど、僕はもう全然1回もないです。では本日はよろしくお願いします。お願いします。ジェルを押していきます。反対側に。
然すねとかは痛くないですか？全然痛くないです。太ももにやっていきます。太もも痛くないですか？はい。ちょっとジェルを交換してくるので少々お待ちください。結構でもこれはみんな本当に反応するみたいなので、
大丈夫だと思います。なんですけど、まあ、脱毛さん含めメンズ脱毛の方はその後のね、ケアなど処理などのサービスは行ってませんので、皆さんそこはね、もうきちんと後で自分で何とかするように。だからもうなんかもうでもしょうがないですよ、やっぱ立っちゃうものは恥ずかしいことじゃないんで、はい、皆さんそんな感じでぜひ通ってほしいなって思います。はい、ということで、脱毛さんの詳細は、概要欄の方に貼っていますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。どうでしょう、光栄でした。